ゴールキーパーは岡本、ディフェンダーは花房、大島、藤原拓也が今日はスタメンです。中盤には中里と奥村、そして右に松村、左に橋本、藤島と菊谷、ワントップ予想9番の茅沼です。ゴールキーパーは武者、ディフェンダーは安西、井上幸喜、助木、そして浜が左、菅井がアンカー、インサイドハーフには徳永と持ち、前3トップは鈴木と森、中央に和田萩です。後ろからボールをつないでいく、前には和田がいる、その前ボールをカットしています。中里が中盤、ここはヘディングで持ち、から和田だ、和田ボールをシュート、蹴り込んでいきました。まず1本目のシュートになりました、27番の和田です。さあ中に入れてきたアウトスイングのボール、ニアサイドヘディングでクリアする、ボックスの外から狙ってきました。縦にボールを送ります、そして背後突く動き、橋本だ、橋本陸斗のシュートでした。左足、右に松村、ワンタッチで藤島、そして抜けた菊谷、茅沼がフリーになっている、また菊谷左足、ゴールキーパーの武者が止めました。一つチャンスを作りました YFCC 横浜です。7番の菊谷、中里、茅沼、松村、そして菊谷、松村、奥村が前を向いている、奥村、藤島へ、藤島がシュートを打つか、藤島ヘディングでクリアした、藤島のシュート決定的でした。最後浜がよく吐き出しました。いや、決定機 YS 横浜、藤原、中に茅沼、そして菊谷、さらに松村も上がってきている、藤島ら、藤島折り返した、菊谷、YSCC 横浜先制、前半の44分、 J3 16位 YS 横浜が2位沼津から先制ゴールをマークしました。浜へ鈴木がそのままサポート、浜から背後へのボールは和田、大島がついている、倒れた、踏みはない、和田もう一度立ち上がります、そして森田、森のシュート、アウト気味にかかっていきました。縦にボールが入った、持ち、つけぎのいいパス、持ちが運んでいる、前を向いている、そして森、クロスが入る、鈴木ヘリングシュート、さあ斉藤のキック、オニエを打ち、ボールをキープ、オニエがボールをキープする、このボールスケギが取りました。そして斉藤からのボールは川俣健吾だ、川俣健吾、少し距離はありましたが狙っていきました。ディフェンスリーダー大島を中心に、ここまでは攻撃力誇る沼津相手に無失点。さあ斉藤学、中に入れてくる、川俣健吾だ、ルーズボール、シュート打つか、救いのシュートか、ここは枠の外だった、なんとか外出しました。このボールに救いが反応、いや、よく外に出しました。あ、最後は藤原か、あ、ここでタイムアップ、試合終了のホイッスル、勝利したのは YS 横浜、ガッツポーズを見せた、連敗ストップ、そして今シーズンホーム初勝利となりました。スタッフ選手が力強く
ハイタッチを交わします。勝った YS 横浜の選手がピッチに倒れ込みました。そしてサポーターの姿、苦しい苦しい6月の長いトンネルを抜けました YS 横浜。